はい。皆さん、こんにちは。言語聴覚士の富田佐太郎です。今回、リハの名オンラインセミナーとして、富田分類を活用した障害の重い子供へのコミュニケーション支援についてのセミナーを収録しました。今回のセミナーの目的は、とにかくわかりやすくお伝えするということです。障害の重い子供だけではなく、成人の方へにも通じるコミュニケーション支援についての内容の情報を理解すること、そして、 自分でコミュニケーション支援ができるように、実践できるよう、動画の内容も組み込みました。そして、今回学んでいただいたことを、他の職種の方々に分かりやすくお伝えできるように、今回のセミナーも工夫して収録しました。皆様ま、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい今日は、リハのメオンラインセミナー、富田分類を活用した障害の重い子どもへのコミュニケーション支援、 言語聴覚士と田佐汰郎です。よろしくお願いします、えー。今回の動画の目的は、障害のある子供たちに対してのコミュニケーション支援についての情報を理解すること、そして、そういった情報を自分で実践すること、実践した内容を他の職種の方々へ伝達することを目的としています。この動画の目的のために、 スライドを通して皆さんに分かりやすくお伝えします。よろしくお願いします。えー、っと、今日の動画の目次になります。まず最初に自己紹介、えー、しまして、その次に、えー、障害児支援、えー、障害児を取り巻く現状と課題、そして対応について、そしてコミュニケーションの手段と段階と支援の話、そして富田分類、障害度分類の話と富田分類の えー、細かい内容について。で、実際に富田分類を、まあ、使って、えー、評価、分類と活用する実践で。最後に全体のまとめを、えー、やりたいと思っています。よろしくお願いします。まず自己紹介です。はい、えー、名前は富田浅太郎です。えー、言語聴覚士 ST をしています。えー、ST になるまでの経歴なんですけども、えー、大阪外国語大学のポルトガル語を卒業しまして、 一般企業にてポルトガル語を使って通訳翻訳業をしていました。その後に言語聴覚士になりました。ST になってからは最初に重症・心身障害自社施設で働きまして、ここは小さいお子様から上は80歳ぐらいまでの障害のある方々への,このコミュニケーション支援と、あと接触演技の支援をしていました。 まあ、そしして、てて、て体不自由児児施施設設でで、えー、勤めてまま医療型障害児入所施設で、えー、働いていますで。対象としては、えー、障害のある子どもたちを対象にしてまして、えー、知的障害の子ども身体障害・死体不自由の子ども重症・心身障害の子どもたちを対象としています、まあ、つまり障害児支援をやっているということですね。 これまで重症・心身障害自社施設で高齢の障害のある方々を見てきましたので今の障害児支援としては将来この子たちがどういった環境で過ごすかとかそういったことを考えながら将来を見据えた支援を今は行っていますそれとは別に個人事業として ST コンサルサービスを展開していますこちらの名前が駆けつけ言語聴覚士 ST キリリンという名前で活動しています こちらの対象は、えー、障害のある子どもたちの保護者の方、また支援学校、あとはほか、えー、ごとをデイサービスとか児童発達支援の事業所であったりとか、あとは、えー、ST、保育士、まあ、そういった支援者の方を対象にしています。駆けつけということですと、もう出張して、その施設に行ったりとかされてるんですかそうです、ね、来てもらうというよりも、こちらから出向いて、どこでも行きますよというスタンスでやらせていただいてます。 その範囲はどれくらいですかねあの、活動される範囲に幅はあるんですか基本的には大阪近辺なんですけども、今オンラインでいろいろと活動できますので、全国に、えー、展開しています。<あ>はい、面白いで、すね、はいでえー、対象の子どもの支援者を対象にしています。で目的は何かといいますと、地域貢献ですね、えー。保護者の方であったり、えー、支援者。 ST であったり、保育士であったり、介護福祉士、あとは支援学校とか、えー、通常校の支援学級、あとは放課後等デイサービスとか、えー、児童発達支援の事業所、あとは児童発達センターとか、まあ、いろんな事業所を訪問しています。地域貢献が目的でやっています。2022年3月、えー、本を出しました。 文類から学ぶ障害の重い子どもへのコミュニケーション支援というタイトルで、えー、学園者から本を出していますのでこちらの QR コードからぜひ,、あのー、ぜひご覧いただいてよろしくお願いします、はいはい、でちなみに去年のアマゾンランキング障害児福祉教育部門で1位になりましたでありがとうございます,いますありがとうございます皆さんよろしくお願いします、はい、非常に勉強のある本だと思いますので、はい、ぜひご覧くださいよろしくお願いします で個人事業のビジョンがありまして、この本の帯にもある,とあると思うんですけども、今できることを明日も一緒にっていうことをビジョンとしてやっています。で続いて障害児支援の話に入りたいと思います。えまず支援現場の実際、学校とか施設でのこう状況をお話したいなと思います。え支援現場の実際、4月。 まあこんなことありませんかっていうところなんですけども、まあ、4月に限らずに、楽器の変わり目であったりとか、まあ、そういった時にこういうことありませんかっていう話になります。まあ、こういった子供たち4月によく見かけると思うんですよね。何かというと、心身不調。まあ、調子が悪い。よく熱が出て学校休んだりとか、ちょっとメンタルがあの弱ってるとか。なんかちょっと調子悪いなっていうところは。 よく見かけると思うんですよねでよねく聞く声としては「まだ慣れてなくて」ってよく聞くと思うんです。新ししい学級だったりしてで,す、ね、でこの「慣れてなくて」っていうのは一体誰が慣れてないのかっていう話なんですよね。4月に慣れてないのは子ども自身がその環境に慣れてないのかはたまた支援者が子どもに対して慣れてないのか。 まあどっちが子どもの不調の要因にあるのかなというところなんですけども、まあ、子ども個人のまあ要因もあると思うんですよねもちろんそういった環境への適用が難しかったりとか状況の理解が難しかったりとか、まあ、そういったこともあると思うんですよねで支援者側のこう要因としては環境要因と捉えてもいいと思うんですよね でまあ、主な要因としてはやっぱりこっちですよね。環境の方の要因が子供の不調の、まあ、主な要因になってくると思います。一、まあ、つずつ説明していきますね。まず一つ目は、まあ、支援者がよく入れ替わるということですね。4月になると。大体3月末で人の移動とかね、いろいろあると思うんですよね。そうですね。先生が変わってしまったりとか。新しい先生が来たりと、はいうんまあそういったところがまあ,あるって一つ目で。二つ目は、 で新しい先生が来たりとか新しい支援者が、まあ、来ると子どもに対しての,この実態把握が、まあ、ちょっと難しくなる時間がかかる。そうですね、うん、でどうなるかというと支援レベルに差が出てくるってことですね。その子どもをこう支援するいろんな支援者、まあ、学校の先生とかねいろいろいると思うんですけどもこの先生はこの子どものことをよく知って うまく支援できてるけども、新しい先生、新しい支援者は、子供のことの情報はなかなか難しい。支援が難しい。そうなってくると、支援のレベルに差が出てくる。ことはあると思います。まあ、環境要因をまとめますと、まあ、支援者の入れ替わりと、まあ、入れ替わることで実態把握にまあ時間がかかってで、支援レベルに差が出てくるとなると、子供のストレスがまあぐんと上がって、まあ、心身不調につながってくる。 というふうふにに考えられまます。す。ななるほど、はいはいえー。支援現場で必要なことに移ります、えー、障害のある子どもたちへのこう支援でこう必要なことを何かと言いますとまず知ることが必要となっています。何を知るかと言いますと障害特性ですよね。自閉症ならどういった特性があるのかとダウン症ならどういった特性があるのかと脳性麻痺ならどういった特性があるのかと、まあ、そういった特性を知ることがまず 大事になってきてきそれだけじゃなくてやっぱり一番大事なのは個別性ですよね。その子その子の,あのいろんなタイプもありますしいろんな好きなこととかもあると思いますのでまあそういった情報を知ることが大事っていうふうになってきていますま。これをかっこよく言うとカスタマイズした支援であったりとかオーダーメイドの支援というふうによく言われています。ここういった知ること ととといいうことは何かと言いますす情報なんですよね障害児支援で必要なことは情報です。子どもたちについての障害特性であったり、個別性の情報を知ることが必要。で現場で支援現場で必要なことは、そういった情報をもとに対応を統一するということが一番大事ですね。ある先生、ある支援者は子どものことをよく知っていて、例えば子どもが抱っこしてほしい。 この先生はその情報を知っているから抱っこする。また違う新しい支援者新しい先生はその情報を知らないから子どもが抱っこをせがんできてもやらなかったりとか、まあ、そういったことをするとこう情報の共有ができなくなって支援の質もやっぱり変わってくるんですよね。こういったことで対応を統一することがすごく大事っていうことですね。